こんにちは。FIP24 のお時間です。まず最初のニュースは、今スペインで日本人の子供たちが大活躍しております。その現地での映像が入ってきましたので、まずそちらをご覧ください。今成田空港着きました、ここから搭乗手続きをして、飛行機に乗ってスペインの方に向かっていきたいと思います。行ってきます。今ね、出国の手続きを終わってこれからゲートに向かいます。今回一緒に行くスペインに行く選手たちです。あの平子ちゃんの YouTube 一緒に行く選手たちです。これから搭乗していきます。部屋に行ってみようかな。今日はもうずっと移動だったんで、子供たちも、まあ、ちょっと自習練習をしたいと言ってたけど、結局ちょっと疲れ切ってて部屋にみんなこもってる感じかな。ちょっと声が聞こえるね。ちょっと部屋行ってみます。ここです。ここにまず選手います。失礼します。撮影入ります。撮影入ります。部屋汚っ。部屋汚っ。めっちゃ汚いです。大丈夫だよ。これこれ、まだ整頓したばっか。これ選手たちの今の部屋です。今やったばっかり。汚っ。大丈夫です。大丈夫です。やばいですね。これちょっと言っときますわ。ちゃんと後で。今一人はもう一人別の部屋に行ってお休み中です。ありがとうございます。今バレンシアの朝を迎えました。ちょっと軽くね、施設をちょっと紹介したいなと思います。もうなんかこうスペイン感あるよね。ここは僕が毎年お世話になって、毎年やねえか、毎年でも何回もお世話になってる、マスカマレーナという施設なんですけど、もうここにいろいろサッカー選手たちがいろいろ寝泊まりしていて、でこんな感じでプライベートプールもあり、
人工芝ピッチが2面あるので、もう自由にご練習などすることができます。すごいよね。なんかもう何回来てもやっぱここの施設は素晴らしいなと感じます。今回この3月の23日に、放送している平川クエストミニでは、このスペイン の施設紹介まで、映像としてお送りします。でそれ以外の、スペインの様子というのをまた YouTube でまとめているので、それはまた4月に、放送されます。動画を上げさせていただきます。ぜひそっちも見てください。子供たち今これ今ちょうど朝7時、勝手に自主練始めてます。すごいね、こう年代が今回は中学生もいれば小学生が多いグループなんだけど、でもそれでも、ね、こうやって仲良くやってるからすごいよね。ほら仲良くやってるから、サッカー、まあ、サッカーに限らずっていうか、こうスポーツの持ってる力ってやっぱすごいよなっていうのを感じますね。でここがフィットネスクラブと、ミーティングルーム、この中でジムがあったり、まあ、ミーティングルームがあるので、まあ、子どもたちもこうフィジカルトレーニングをここでやったりとか、いろいろしてます。でこう子どもたちの、まあ、ちっちゃい子が来ても、ね、こう遊べるようにこう遊具が、ちょっと日本よりもさ、日本にあるのよりもリアルだよねこれね。小さい子泣きそうだけど、でこっちがメイン会場、サッカーのこう公式戦とか行われてるような施設ですね。施設がグラウンド、ここです。もうここももう自由に選手たちは使ってるので、綺麗だよね。お客さんの席も何席ぐらいあるのかね、300あんのかな。でここで子供たちの、まあ、大会とかも、バレンシアの大会はやったりもしますし、もちろん SPF というね、名声が提携して日本から選手をこう連れてきているここの組織もメインで使っている施設になります。このね、外国っぽいよね、このゴミ箱とかね、この辺ね。こんな感じですね、宿泊施設は。どうですか、まあ、サッカーのこうグラウンドとかね、なんだろう、フィットネスジムとかミーティングルームだとか、ね、そういうのはこう日本でももちろんありますけど、なんかこういろんな意味でこうバレンシア市とこう連動して、こういうのがこう選手たちのために、選手が優先的に使える環境ってやっぱ日本じゃ難しいなって。まあ自治体との関係性もね、やっぱ全然こっちと日本では違うんで。ベノディアス、なんでやっぱそういうところがすごくやっぱ海外のフットボールと違うなっていうのをサッカー通じて僕も毎年毎回感じてます。
今から朝食を食べたいと思います。ちょっと、ね、朝食の紹介も毎回ね、これ日によって全然出るメニューが違うんで、毎日は出せないですけど、スペインでの動画はまた YouTube で上げるんで、ぜひ見てください。じゃあこれから後半です。天気いいでしょう。続いてのニュースです。次は現在海外で話題のドッキリ映像が日本に入ってきました。大人気 YouTube チャンネルフェイルアーミーのドッキリ映像を平川氏と一緒に見ていきましょう。どうぞ。心の準備は大丈夫ですか？では一緒に見ていきましょう。短い単位でも公開してくれて、これはねちょっとこうベストなので集めたようになってます。あちょるだぶり。ブン。一つの違いから大すごい。何おあ行き？何？Can you do it? Here we go! Jesus Christ! 男の人だったら分かる痛みとかもあるね。ある意味セクシー。
Say that your mum washed. I don't think Rolf's clean. Oh dear. なんであんな笑ってられるんだろうね。なんか外国の方なんか最近なんか余裕感が違うよね。ああ。痛いね。怖い怖い怖い。なんだ火が出てくるんだろう。デリパラカラーニュ。なんで。What kind of ankle is this? Oh my! Oh, quiet, quiet, quiet. You have reached your destination. Yeah, breathe. Ah, 弾大丈夫?ああどういう状況どういう状況ブルーマンのイエロー版ドリフだドリフPressure's on. Don't drop it, press. Dive up, dive up. なんか楽しそうだよね、皆さん。え、なに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 ?え?はは。走れんだ。Jaden has $1 bill. 勉強? One quarter and two pennies. How much money does he have? Jaden broke. なんでそこ行こうと思えるんだろう。うわ。ああ、もう見てる方が痛い。マジ？雷？Not the forerunner! なんでみんな笑ってられんだろう。すげえな、本当に。That's actually a good point. Look, yo, some f***ing
idiot drove through the whole goddamn house. Like, how the f*** they do this? Damn. On today's episode of How F*** Up Is F*** Up. Idiot. So does the cop get a ticket now? Yeah. Oh. And some guy's stealing from the donation box. Oh, he just fell in. で事故起きちゃうんだよね。おう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 おお。おあつお。タトゥー。大丈夫？いやもう家でやれ家で。疲れた。え？前見てないよ。え？手挟んだ今。いやー。疲れたよー。So yeah, this is our pasta water. No!今までの比べたら超可愛いじゃん今の。
Again. This is a big one. Oh, you know. Sound board, it's up there. Oh, oh, God. Oh, oh, my God. Oh, my God. Oh, oh, achou dela aqui, seu piado. Oh, irmão, para o carro, demônio. Damn, not even a beast seat or anything. Oh! Oh! Oh, he's getting stung. Why are you getting stung? What'd you expect, dude? Oh my God. Oh my God, dude. Jesus Christ! Oh, 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 oh,痛いな。 Oh no! No! ドローン行ったね。 그럼 사기 맞다나. 이야, 이거 난 도 見ても 怖いな. 오, 오, 뭐니? 뭐니 이만? I'm making a fruit salad, so I'm gonna put some cucumber in there with some lemon. Oh, look, this cucumber's red. Look at this bastard. Oh, he's sweet. Oh my God. Oh my God. Oh, I got the whole thing. Ah, that's what I'm doing. I'm doing two hands. Oh, oh, oh. Oh, quiet. No! Put some murder! What's up? どっからかぶしてる? What the f*** is up? Bruh. Straight up panties on his face. T や頭やってる。変態仮面だ、変態仮面。スマホをまずチェックするんだね。John has been known as the white Usain Bolt.
Here he is seen jumping the Ganges Canal. Oh my God. Oh yeah. Ну и чё ты встал? Кажется, кто-то уже приехал. Mud geysers in. Oh, hang on, it's not going to be a cozy. Can I move you? You're not. A cozy? Hey! I'll tell you something. There she goes. Oh, oh! Jesus Christ. Just chilling with this fish. みたいな大型バスがね行くんだ。バス、あサイドブレーキかけ忘れちゃった。あぶねえ。 Did you hit a ball at my car? Yeah?Like right here? Oh. Yeah.
あードア行っちゃうなこれ。ああ逆パカ。うん、なんか乗ってないのこれ。乗ってんじゃん。あ、子供か。こういうの面白いよね。沖縄とかにあるでしょ。残念。なだれ。しちゃったんだ。ああタイヤの一人走行。They got a superior plate on it. I'll be mad right now. Hello. What are you doing? Gorgeous. Ow, you f***! Paint. What the f*** is going on? What did you do? You put paint in there. うわ。え、何今やろうとしてやったのか。Oh, it's okay. Ah! Ah! Oh my god! Careful, please. 逃げ落としたの。You were pulling it? なんで
Mă împroști? Unul acolo. Hey! Flander, you dirty boy! Right now, she's playing, bro. Why? Why? How are you gonna get your car now? Oh my God. Dude, she's gonna go. She's of gonna course go. You will. She's gonna take this. Dude, she's gonna no, go. No. She's gonna go. Oh my God. No. これぐらいにしときましょう。今回は疲れたね。いや、びっくりするってやっぱ疲れるね。やっぱりどうでした？びっくりしました。やっぱこう日本のものってね、よくテレビとかでもやってるけど、なんか海外のってこうスケールが違うよね。いや、なんか疲れたな。どっと疲れたな。皆さん大丈夫ですか？この後の、活動に支障がないことを、祈っております。さて、本日も最後のニュースとなりました。最後のニュースは、元サッカー選手と噂されている平川雅樹氏から、番組を見てくださっている皆様へ重要なご報告が届いております。そちらの映像をご覧ください。まあ、改めましてご報告をちょっとさせていただきたいなと思っております。ちょうどですね、このアズーリさんからお声をかけていただいて、まあ、番組を持たせていただき、まあ、ちょうど1年経ちました。当初、まあ、正直めちゃめちゃ乗り気ではなかったんですよ、最初は。まあ、ちょうどそのタイミングで、まあ、YouTube 平川クエストという、まあ、YouTube の方が動画をこう上げられてなかったっていうのがあったので、まあ、今回このアズーリさんのお力をお借りして、まあ、少しでもこう多くの動画を、皆さんにお届けできたらいいなと思って、まあ、一つの目標として、まあ、よくあの YouTuber の方々が、ね、皆さん言われる収益化とか、ね、チャンネル登録者数の、人数とか、ね、そういうところを、まあ、一応ボーダーとしてそこを目指して、平川クエストミニやらせてくださいという、まあ、そういう感じでスタートした、まあ、平川クエストミニ、非常に本当に多くの、方々に見ていただいてびっくりしました。本当に、もうアズーリさんに感謝でしかないです、正直。で、こんなに反響があるかというぐらい、まあ、いろんな方に、まあ、ゲストに来ていただいて、まあ、いろんな話をさせていただいて、周りの見てくださった方々からも面白いねとか、なんかこうお互いゲストさんと、まあ、僕自身のこう素が出るような、まあ、掛け合いがあったりだとかで、まあ、すごく良い印象を持っていただけてたみたいで、僕自身ももうやっていく番組を進行していく中ですごく楽しんでやってました。まあ、僕の YouTube を見てくださってる方は知ってくださってる人も多いと思うんですけども、まあ、無事に収益化、そして、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数も、クリアできて、目標を、正直達成しました。それで、まあ、YouTube、ここからさらにどう、皆さんにエンターテインメントを届けていけるかなと考えて会議をした結果、一度このラジオ番組、一回ストップしたいなと思ってます。もちろんいろんな形で、また別の形で、皆様にいろんなエンターテインメントを届けていけるように、まあ、番組の企画はしてるんですけど、一回ここの、アズーリさんのラジオ番組っていうのはストップさせていただこうと思ってます。すごく悩んだんですけど、
なかなかこうスケジュール感の問題だったりだとか、あとロケの状況だったりとか、まあ、あとはもちろんそのサッカースクールの子供たちに対してのそこの熱量だったりパワーのかけ方っていうのがやっぱ薄れてしまっては本末転倒なので、まあ、僕自身の中で、まあ、そこ子供たちだったりそのサッカーというものは、僕の真髄から外すことはもちろんできないですし、そこにさらに、まあ、熱量を高めていきたいなと、まあ、思っております。その中で、じゃあどこの、まあ、パワーを削っていくかってなった時に、本当にこれを毎月楽しみにしてくださってたリスナーの皆様には、ファンの皆様には本当に申し訳ない、まあ、ちょっと辛い気持ちではありますが、また別の形でね、この YouTube 上でトークだったり、まあ、経営者との対談だったり、そういうのも今後出していきたいなと思っております。まあ、今後はもうさらにパワーアップしてね、自分の YouTube 上で表現できたらいいなと思っており、そこに力を費やしながら映像の方はやっていきたいなと思っております。ご参加いただいた経営者の皆様ありがとうございました。まあ、また、平川クエストミニは YouTube 番組平川クエストの中の企画として、今後も生き続けます。いろんな経営者の方々といろんなトークをしていきたいなと考えております。そしてもっと落ち着いたらまたアズーリに帰ってきます。それまで僕もパワーアップしていろんなことができるようになって、また面白い大人になってアズーリさんに帰ってこようと思うので、今しばらくお待ちいただけたらと思っております。バンバンやることやっていくんで、引き続き平川雅紀そして平川クエストよろしくお願いします。バイバーイ。平川クエスト来てね。